の足の形、こいつ落ちてきたんじゃない、跳躍してきたのか。やりたくねえけど、んなこと言ってらんねえってか。紐を使った武術がある。軍隊の使う繊維がある。他の地球生物も様々な方法で糸を駆使する。その中において最も強靭な糸を作り出す生物は、糸で罠を作ったり網を投げて獲物を捕らえたりはしない。ただ2本の切れない糸に生活の全てを預ける。同じ太さの蜘蛛の糸と比べ、実に 2.5 倍の荷重に耐える糸を出す。その虫は日本原産オオミノガ、絶滅危惧種である。待たせたな、みんな。護衛の場を離れてすまなかった。助けに来たぜ。ところでみんなはさ、バンジージャンプとか割と大丈夫なの？大丈夫だ、あかりくん。
何か考えがあるんだ。無理、絶対無理。多少イケメンでも無理。さてと、足が異様に発達してんな。ゴキブリもよ、走り込みとかスクワットとかしてるとそうなんのか。それとも担当とかやってたりして。違うな、その足は全く違う。バッタかお前。こいつの手、吸盤のようになっていて離れない。足もブラシ状で水を捉えやすくなっている。背中の形状も他と違う。この水中戦に特化した体、ゴキブリじゃない。これはゲンゴロウか。500年前にゴキブリを火星に放った時、ゲンゴロウも混ざっていたのか。当時水場もないのによく生き残ったもんだ。なかなか想像力があるな、私も。そんなわけないだろうに。俺らの親世代の誰かか。こいつら。機体は止めない。てめえは2分以内に倒す。今ま
まで生きてて一つもいいことなかった。生まれた時からお父さんはいないし、家がボロくていじめられるし、男だってブサイクと悪いイケメンと悪い親父しか会ったことない。諦めるのが早いぞ八重子。あれ、すまねえあかり、みんなを降ろすまでしばらくは応援に行けそうにねえ。大丈夫だ、あかりは強い。ついていた。あの時直感的にバグズ2号のクルーたちの遺体がゴキブリに利用されているとミッシェルは理解した。察しが良かったからこそあの時点でひどく動揺した。動揺したからここまで引き込まれた。ゲンゴロウは流線形の体に吸盤の前足、ヒレ状の後ろ足、加えて一部の水生昆虫に特有の呼吸法を使用する。羽と背中の間の隙間に空気を溜めた状態で潜水するわけだが、これをただ消費するのではない。ここの酸素が消費され二酸化炭素の分圧が増えると周りの水の中の酸素とガス交換が起こる。これによりゲンゴロウはエラを持たずして水中で10分以上の活動が可能になっている。対して純陸上生物であるミッシェルの活動限界はおよそ2分。爆弾ありの能力も敵の体温が水温同様に低ければ炸裂しない可能性が高い。この時点でミッシェルに勝ち目はなかった。勝ち目がないならミッシェルは、相手の機動力を封じ、足に万力のような力を込めたまま体の動きを止め、数える2分後、数十秒の間体内の酸素を利用、血中の二酸化炭素の増加により苦痛を伴う。血圧上昇、筋肉の痙攣、チアノーゼ、失禁を伴う。2期よりさらに進行後、意識を完全に消失、痙攣は止まり非常に危険な状態となる。ゴキブリは痛みを感じない、感じないからこそ戸惑っていた。水中では無敵の機動力を生み出すはずのこの足がほんの1ミリも動かせないことに。その点はミッシェルにとっても好都合だった。もし相手に痛覚があれば地獄の痛みに泣き叫びのたうち回っていただろう。そうなればミッシェルもこう落ち着いてはいられない。だが見た目に反しこのフィギュア4レッグロックという技は2分間我慢すると骨折すると言われている。だが鍛
鍛えられた心肺機能を持つミッシェルも息を止めたままの戦闘が2分以上も続き、足のロックを解いて水面まで上がる判断力はすでになかった。窒息は次の第4期に入ると回復は望めず、それを過ぎると死に至る。班長がまだ上がってきてない。あかりは、まずい。不思議か、バッタの脚力ってのは人間大にするとビルを飛び越すぐらい強烈らしいな。それなのになぜ壊せない、殺せない、なぜ切断できないのだこの虫けらは、ってとこか。教えてやろう。それはてめえがゴキブリだからだ。多分お前よりバグズ2号のバッタだったやつの方が強い。確かにお前らの力も速さも頑丈さも脅威だ。しかも人間が残した機械の扱い方を理解している、もしくは理解したやつから指導を受けている。お前らはそのリーダーを中心に統率が取れていて、お前の行動の迷いのなさから見てもそいつにはビジョンがある。その知性も力も全く脅威だぜ。それでもだ、それでもお前らは戦い始めて日が浅い。よう、どうした。ここまで近づかれると蹴りが出ないか。最初の1年は肩と股割りだ。出直してこい。長さを調節しておいたんだからよ、ミッシェルさんならよ、呼吸の限界2分かその前に必ず敵を仕留めているはずだからな。なるほどね、大したやつだぜ。そして止める。おい、立つなっつったろ。完成の法則だよな、これ多分。理科は覚えなきゃいけねえこといっぱいあるよな、国語と違って。飛んでるバッタならともかく、羽広げてるゴキブリなんざ的だぜ。おい、
いぞ。今のは鳥の能力じゃないぜ。1867年に突如現れた人類最初の魔球カーブと、それを支えるマグナス効果だ。テストには出ないぜ。通信か。どこの班からだ。確かマニュアルじゃ非戦闘員は脱出機にだったか。非戦闘員はいません、この班には。よし行くぞ。ラハブの遺産を停止させる。やがて袋さ